お疲れ様です。身体コンサルタント INBSL の稲葉です。ちょっと質問なんですけど、いつも胃や腸が硬くて骨盤が開いてかなり反り腰の方でお腹をよく下すということなんですけども、おへそ周りの硬さが取りきれなくて緩めてもすぐに張ってくるっていうことなんですけど、これに対して、まあ、どういうことをしたらいいのかなって、ちょっと考えた時にですね、反り腰の方って結構ですね、こう腰が反ってるイメージがあるんですけど、どちらかというとですね、この肋骨の下ですね、肋骨の下部ですねの、横隔膜がですね、下がってることが多いんですね。下部の肋骨が緊張してて、あの肋骨が開いてたりとか、あと横隔膜がこう下がってて、それで内臓が下にこう押されてるってことがあってですね、押されるとどこに行こうかなっていうと、前のこの柔らかい部分に出てこうとするんで、結果反り腰になっているっていうことが考えられます。なのでですね、その内臓が綺麗な状態なのに、反り腰でこうお腹下しやすいっていうのはですね、いい位置に内臓がないからなんですよね。なんでその内臓を、直してあげるって言っても、こう都市で、押そうと思ってもですね、内臓の内側からこう出ようとする力に対して都市でこうやってもですね、あまり効果は、その、長期は望めないんですよね。すぐ戻りやすいと思います。なんでですね、最初にやっとくのはですね、横隔膜をまず、緩めてあげてください。やり方なんですけど、ここに白線って、ありますよね。白線を、緊張させてしまうと、どうしてもですね、前に出ます。なので、両足をこう、立てた状態、椅子に座った状態をこう、90度、コトンって、ひっくり返すような感じで、ちょっとですね、骨盤を後傾させた状態で横隔膜を、緩めてあげることがまず、先決なのかなと思います。でそこからですね、この胸椎の、まあ、下の方とか腰椎の入り際ぐらいが緩んできたらですね、今度は、内臓をやってあげるとですね、効果的なんじゃないかなと思います。やっていただくときにですね、あとはそうですね、おそらく、反り腰強いっていうことなので、骨盤開いてるってことなので、重力からの影響、足からの影響も、考えていただいてですね、足のどっちかっていうとこう内側に力が入ってて、でそこで足が開いてる状況になるので、その状態でこう腰をグッと姿勢よくしようと思うとですね、反り腰になりやすいです。なのでですね、それをまず、足を曲げた状態でやってあげると、この横隔膜を緩める。で、膝の方をですね、ちょっとこう内旋させるような感じで、股関節をちょっと内旋させるような、ことをするとですね、最初反り腰になりますけど、でまた外旋させてっていう運動をですね、数回繰り返して、でそこから座っていただくとですね、反り腰ちょっと解消してるんじゃないかなと思います。はい、それでまた、やっていただくとですね、もしかしたらそのお腹のおへそ周囲押し出されてる内臓がちょっと引っ込むので、それで、まあ、解消になるのかなと思います。はい、そういう感じで、やって一回、やってみてください。はい、以上です。